自分でヘナ染めをしてみようっていうことで、私もこれ足掛け4年間自分で3週間に1回ぐらいですかね、自宅でヘナ染めをしています。使っていくヘナと用意する道具、そして私がいつもこうやっているね手順をお見せしながら、皆さんもヘナやってみませんか？女性のね、薄毛、抜け毛、そういうね、お悩みになられてる方多いと思うんですよね。私も40過ぎたあたりですかね、すごく抜け毛が多くなって、まあ、今でも決してね、分厚い方じゃないんですけど、髪質も悪くて、髪をこう溶かすと、ここにもいっぱい抜け毛がついて、ほんと不安で不安でしょうがないっていう時があったんですね。で、髪質も悪くてね、こうとまあ、大体のところ溶かせなかったですよね。絡まっちゃって。そういう時に、私はもう髪もね、結構茶色くしてました。ヘアカラーしてて、そのヘアカラーがケミカルの科学的なドラッグストアで売ってるようなヘアカラー、美容室に行ってやるのもそうですけど、全部ケミカルなんですよね。それが地肌と頭皮、ね、にすごく良くないっていう、パーマとかね、そういうものもすごく良くないっていうことが分かって、そこから私はヘナ染めに変えたんですよね。でヘナはケミカルではないです。植物です。ハーブ、草木染めです。頭皮のパックにもなるぐらいなんですよね。ヘナは黒くて別に全然白髪がない人でも、もうヘナパックをするっていうのがすごく頭皮の環境にはいいって言われてるぐらい、本当にヘナっていうのは頭皮と髪にはとってもいいことです。私はそれからずっとヘナ染めをして、そして今ね、髪質とかもね、前よりは本当に良くなりました。この辺とかもチリチリのなんか縮れ毛みたいな髪質だったんですけど、丈夫になったっていうのかな。ヘナすごく助かってるんですけれども、ヘナ染めって基本的には白髪染めです。こういう黒い色を茶色くしようとか、アッシュ系とか、ああいったなんかニュアンスのある色に染めることはできないです。この色は変えられないです。黒い色は。で、私のこの黒い色っていうのも4年やってるぐらいだから、これ全部ヘナとインディゴ、このインディゴの色です。この色、インディゴ入れるとね、こういう風に真っ黒になっちゃうんですね。だから私は茶色くなりたくても、まあ、ヘナを譲れないので、まあ、こういう黒い髪にしていますけれども、今ね、ヘナでもね、真っ黒のインディゴじゃなくて、ブラウンっていうのも出てきたので、ここまで真っ黒になりたくない方は、ブラウンを選べばいいかなと思います。ヘナ、オレンジって書いてる。これヘナですね。ヘナで染めたらオレンジ色になっちゃいます。そのオレンジの上からもう一回ブラウン、もしくはインディゴで染める。2回染めるんですよね。では、あくまでも白髪染めですからね、白髪の部分だけが染まるのがヘナ染めです。なので白髪がない人はただのヘナパックになります。私ね、どのぐらいだって結構もうこう根元の方が白くなってくるとこ薄く見えるんですよね。白いから根元の方がキラキラしちゃうから、しっかりとヘナとインディゴで染めたらば、もうここら辺のね、根元が白くキラキラしてないので、しっかりとあんまりこうなんか地肌が見える感じじゃなくって、そこまで薄っぽく見えないから、根元が 2,3 ミリ出てきただけでも私はやってしまってます。もうちょっと5ミリぐらいですかね、5ミリぐらいまで我慢して、あ、ちょっと5ミリぐらいになってきたなと思ったらもう染めちゃってます。何度染めても髪にはいいことなので、髪と頭皮にはいいことなので全然おすすめですよ。ただ時間がね、少しかかります。ヘナでまあ、40分から50分、そしてインディゴでまた40分、30分から40分ぐらいかな、かかりますので、2回染めなきゃいけないので、ちょっと時間がある時に、余裕がある時に、休みの日とかね、利用してやってみてくださいね。はい、では行きましょう。まず用意するものです。まずは言わずと知れたヘナ、オレンジだけだとダメですよ。オレンジ色になっちゃいます。まずはヘナと、そしてインディゴ、もしくはブラウン、どちらかですよね。この2つはマストですね。それから用意するものとしては、ヘナを混ぜるボール、これはまあ専用で何でもいいです。もうちょっと中身汚くなっちゃってますけど、私これ専用にしてます。ボール、あとヘナを混ぜる時の泡立て器みたいなやつね、これも何でもいいです。私はこれ100均で買ってきてます。あとこれはヘナブラシ、先っぽがこういう風にとんがってるのがいいです。なぜかというと、こうね、分けてこういう風に、なんていうの、美容師さんがやるみたいな、こうブロッキングっていうんですか、こういう風にこういう風に分けながら根元につけていくから、先っぽがね、とんがってるこういうブラシだとつかないですね。これがいいと思います。ヘナキャップ、これもどういう形状のものでもいいです。その銀色じゃなくても黒でも、何でもヘナキャップですね。少し蒸らすんですよね。ヘナケープ、ヘナケープ、まあ、汚れちゃうからですよね。ヘナケープ、これもどういうものでもいいです。100均で売っているこのポリエチレン手袋、薄い手袋、これがね、使い捨ての手袋ですね。これがないと手めっちゃ汚れちゃうので、これも用意してください。
ください。汚れてもいいタオル、黒いタオル私は使ってますけど何でもいいです。ただ長さがね、こう髪を巻いてこうやるからあんまり短くて髪巻けないのはダメですね。髪を巻けるぐらいの汚れてもいいタオルを2枚、お水使うので、まあお水こういうの何でもいいです。ヘナをスプーンから、普通のカレースプーンで使っちゃってますけど、どんなスプーンでもいいです。1杯、2杯、3杯みたいな感じでね、入れるとき使います。そして輪ゴム、はい、これで全部です。さあやっていきましょう。まずはテープをしますね。ヘナやり方よくわかりませんってご質問すごく多いのだからさ、これ見ながら1から10まで全部やるので見てくださいね。はい、テープをします。それからテープの上から汚れてもいいタオルを巻きます。そしてここを輪ゴムで留めときますね。こういう風に留めときますね。よいしょ。で、私ぐらい結構長いじゃないですか、こんぐらいの長さがある人もと、あとこのぐらいの短い人だと、あの使うヘナの量は違ってくると思うので、その辺はね皆さんちょっと加減してみてください。で、これあのケミカルじゃないので、もうヘナパックを地肌と髪にしてるぞ、副次的に白髪が染まっちゃうぞぐらいの気持ちでやっていいと思います。なのでね、そんなに厳密に量はこれだけ使わなきゃダメだったとか、こんなんだったらダメとか、こうじゃなきゃいけないみたいなのってあんまりないんですね。楽な気持ちでやってください。で、まずヘナ開けました。これをですね、はい、ヘナってこういうね色してますよ。よいしょ。はい、でここからこの私ぐらいの長さがあっても、この一袋はとってもじゃないけど全部は使わないです。あとね、これ変なパウダーになってるから、あの息を吸い込まないように、これあのすごい細かい粒子になってるから息吸い込まないように気をつけてくださいね。エアコンでも飛んできちゃいそう。カレースプーン大さじ1ボウルの中に入れてます。カレースプーン大さじ山盛り2杯目。次、3杯目。てんこ盛りで3杯目来ましたね。正直で3杯ぐらいですね。結構これ多いですよ。これ水入れると多くなります。こんぐらい。結構そんなに使わないものですよね。で、髪がうんと長い方とかはもうちょっと使うかもしれない。短い方は正直2杯とか3杯とか、私ぐらいでもあのいいです。多ければ多いで、余った分は全部頭の上に乗っけちゃいますので。で、これ余った分はちゃんとまたパチパチパチって止めて保存しておけますので大丈夫です。吸湿しないようにここちゃんとチャックになってますからね。止めてくださいね。ヘナやる前はね、しっかりでブラシで髪溶かしておきましょうね。髪絡まると痛いので。はい、いいですか？そうしましたら、ここに水を入れていきます。これもね、今ちょっと 250cc 用意してみましたけど、全然 250cc なんかっていう感じじゃないですよ。まずちょろ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 。100入れてみました。こんぐらい。混ぜてみますね。もうすぐこんな風に固まっちゃいますよ。全然硬いですね。これがどのぐらいになるぐらい水を入れるかっていうと、マヨネーズの硬さになるまで水を調整して入れてください。またジョバッと入れました。飛ばさないようにね。マヨネーズだからジャバジャバ落ちてきたんじゃダメ。あとね、この中に入るからね、これをちょっと最初入り込んじゃうから、多少つぶつぶが残っててもね大丈夫です。まあでもあのトロンと上手に混ぜるのが一番いいけれども、完璧につぶつぶが一個もない状態にしなきゃいけないっていうことはないです。そこまでね厳密にしなくても全然大丈夫で、私の場合はこのぐらいになってきましたよ。まだちょっとつぶつぶありますよね。で、硬さ的にはね、ポチャ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 って落ちる、こんぐらい硬さはいいかなって思います。つぶつぶもう少し減らしていこうかな。で、完璧にマヨネーズみたいにつぶつぶがゼロになるってことはないからね、そんなにあの気にしなくて大丈夫です。こういう感じ。こんな感じ。
どうですか、わかりますか、この硬さ。これ以上ジャラ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 って落ちるようだと薄すぎる、シャバすぎるから、その時はヘナをもうちょっと足さないといけないですね。 OK です、 OK です。じゃあここから塗っていきますね。塗る時は必ず手袋をしてくださいね。手袋をして、ここがね、私は結構慣れてるので私さっさかさっさか進みますけれども、いや破れちゃった。後ろでちょっと鳴らせなくて寝てるわ。ブーちゃんです、ブーちゃん、ブーちゃんはい、いきます。はい、じゃあこれをねまず取ります。で、髪の毛は濡れてない、こう乾いた状態、乾いた状態でまずべちゃ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 、多少飛んでもねそんなに気にしない、べちゃです。いきますね。で、こうしてここからこういう風にこの後ろを使って筋をつけてパカ、そうするとこう筋が、頭皮が見えますよね。この頭皮に向かってこう塗ります。ベチャッと頭皮に塗る。横をまた1センチぐらいのところをパカッと開ける。頭皮が見えます。頭皮に向かって塗る、必ず頭皮で。もうこれはさ、ケミカルなものじゃないから、もうベッタベタに頭皮につけるイメージでお願いします。ここからつけないと意味がないです。根元が染まらないっておっしゃってる方はね、こうやってこの上からこうやっちゃってるの、これはね根元が染まらないです。絶対染まらないの。だから必ずこう分けて開いて、そしてこの根元、地肌、地肌につける気持ち、それをねこう隣、また1センチぐらい隣をやっていくんですね。こういう感じで、ある、いろんなとこをこう開いてみて、開いてみて、根元が、根元っていうかこう地肌が出てきたら地肌に塗るみたいな気持ちでやってみてください。で、今度こっち側行ってみましょう。こう地肌負けました、地肌にベチャッ塗る。で、こういうちっちゃい毛もしっかり取ってめくって地肌ベチャッと乗せちゃって大丈夫ですからね。多少こういうところにねついてるじゃないですか。これもあんまりこう顔を塗るのはおかしいですよ。顔パックにはならないので。だけれども多少ついてもちゃんと取れるから、そんなに心配いらないです。これがオレンジになって取れなくなったらどうしようって思うかしれないですけど、ちゃんとインディゴとかブラウンを入れればなんか不思議、全部取れるんですよね。不思議なんですけど取れましたから大丈夫です。塗り漏れが嫌だなって思うのはね、こういう小さい毛ですね。小さい毛すごくね、染まりづらいから、そこはたっぷりともうオーバーラップ気味にガッチガチに塗っちゃって大丈夫です。はい。でね、何度お伝えしてもやっぱり染まらないっておっしゃってる方は、何度も言うようにこの上からてんこ盛りにしてこうやってる方は染まらないです。あとこういうところ、こうやっていくらてんこ盛りにしても開いたら中染まってないですから、そこ気をつけてくださいね。はい、いきますよ。こうでしょ。で、一番私が染めにくいなと思うのはね、こういうところです。こういうところ、ここなんかさ 2,3 ミリのちっちゃい白髪がさ残ってるじゃないですか。ここね、ほんとね塗り漏れが多いで染まりにくいとやっぱり思います。顔が気になっていっぱいつけられないんだよね。なのでここはね、思い切ってこうピチャ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 、こういう風にハケを立てて、ちょん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 ってハケを立てて、タッ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 って、こういう風にさ、ブラシで塗り込んでいくみたいな、そういう感じがいいです。それから一人でやる場合は、本当今日はセルフヘナだから誰にも手伝ってもらえないで、私いつも一人でやってるんですけど、でももしも誰かに手伝ってくれる優しいお子さんとか優しい旦那さんがいれば、この辺はねやっぱり一人で染めるよりも誰かに手伝ってもらった方が画然うまくいきます。で、髪の毛をね結ばない人はここをそんなに染まってなくても大丈夫かしれないですけど、私は必ずこう髪を上げるじゃないですか。なので髪縛るとバーって縛ったらここが全部染まってないっていうこと、よく昔はありました。
そうね、うまくできなかったの。今はさ、もう見なくても喋りながらでもできちゃってるっていう達人技になってきましたけど、でもここは本当難しい場所です。だからもし手伝ってくれる人がいたら手伝ってもらうのが得策。手伝ってもらえなかったとしてもやってるうちにできるようになります。なのでそんなにね、そんなに気に病むことないですよ。楽な気持ちでやってくださいね。で、こういうふうに持ったらここをこうでしょ。で、難しいなっていうのがここ。さっきも言いましたけど、難しいです。あ、それからね、耳にもついちゃうじゃないですか。まあ、取れるんですけど、耳につくのが嫌って思う方はね、イヤーキャップっていうのがね、売ってるんですね。まあ、ネットで調べれば本当に100枚単位でバフッと売っています。あと、うちのお店、レイテノールでも皆さんの声からね、こういった必要なもの全部1回分、全部パックにして、うちのスタッフたちがいろんなとこから集めてきてくれて、変なスターターセットみたいなのにして売ってます。それこそ、今塗ってるこのハケとか、私と同じこのハケとか、あと、この、ヘナを混ぜるこういうのとかもついてるし、あとヘナキャップもヘナケープも、あとイヤーキャップも、あと この手袋とかも初回届いた時にすぐ皆さんが始められるようにヘナスタートセットっていうのをね、みんなが用意してくれてますので、ご利用になりたい方はそれ買ってもらうと、もしかしたら便利かもしれない。いろんなところで買わなくて済むからですね。で、何回もやる人はもう全部自分で揃えるのが得だと思いますよ。で、そうこうしてるうちに後ろの方も塗り終わってきました。ここが一番難しい、こういうところ。私は自分で見えてないんですけど、だんだん感覚で分かるようになってきて、ここですよね、うなじのところ、ここもちゃんと塗っていきましょう。この辺まで来てこのぐらい余ってます。で、余ってるものをね、全部頭の上に乗っけちゃう。で、ヘナはさ、パックだから髪にもいいので、泥パックだと思ってペチャーって塗る。乗せました。乗せるじゃないですか。そしたら、あ、大変。ああ、こういうことが、皆さん、最初のうちはありますよ。鼻とかにも行っちゃいますけど、ごめん、見えなくて大丈夫です。取れば、なくなりますから。顔が染まるってことないですから、大丈夫です。こういうペローンっていうことがあるのでね、ヘナケープとか、その汚れてもいいタオルとかはね、絶対必須ですね。そしたらね、ちょっとこう、もみ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 、ね、マッサージするように、髪全体にね、ヘナを揉み込んでください。ヘナの性質感がヌルヌルしてるから、すごい気持ちいいのね。ヘナトリートメントみたいな、トリートメントみたいにすごいヌルヌルしてて、ツルツル滑るからとっても気持ちいいです。で、しっかりと揉み込んでヘナマッサージもしました。ちょっとここ汚いけど後で取ります。こういうとことかもね、汚れちゃってもこれ一気にこのまま被るから大丈夫です。これを巻きます。よいしょ、こういう感じで巻きました。ここちょっと汚れちゃったけど、これ水で後でピピって洗えば落ちますってね。はい、そしてこの上からキャップをかぶります。少しヘナは蒸らす感じにします。こんな感じです。それでヘナはやっぱり最低でも40分がいいです。1時間置いても2時間置いても大丈夫。まあ初めは40分ぐらいでいいんじゃないかな。ちゃんと染まると思います。で、ここから40分、じゃあ40分経ったらお風呂で洗い流します。で、シャンプーはしない、トリートメントだけ軽く毛先の方につけてください。なぜかというと、そうすると通りが良くなって乾かしやすくなるので、トリートメントだけ少しつける。でもシャンプーはしなくて大丈夫です。お湯でしっかりとこのヘナを洗い流し、トリートメントをつける。そして軽く乾かしてください。乾かした後またお会いしましょう。では、はい、ですね、40分経って洗ってで、今少し軽く乾かしてきたところです。どうなってるかっていうと、このぐらい、この分かりますかね、結構オレンジ色ですね。このオレンジのところが全部白かったわけですよね。
こう白いとこしか染まらないから、ここの色は全く変わらないですよね。ここがね全部、地肌も少しオレンジになってますけど、これインディゴをすると全部あの元の色に戻るんですよね、好きなことに。でですので、こっから今度はインディゴつけていきます。こういうオレンジもね全部なくなるから心配なさらずに。次ね、インディゴ入れてきますね。先ほども言いましたけど、今はこのインディゴの他にブラウンっていうのも出てます。インディゴはね濃い藍色です。こういう風に黒くなります。これ全部インディゴの色、私全部これインディゴだと思います。4年間もケミカルの毛染めは一切してないので、これ全部ヘナで染めた毛っていうことになります。ブラウンもね使ってみてもいいと思いますよ。そうするとね、ここまで真っ黒で少しすごく明るい色には全然ならないんですけど、まあ多少なりとも真っ黒よりは少し明るいんじゃないかなって思います。じゃあですね、また用意していきますよ。はい、同じように手順は全く同じです。よいしょ、ケープをして、汚れてもいいタオルをして、ここを止めます。インディゴはねもうちょっとこういうさっきよりも少し緑が濃いです。これをじゃあもう半分使ってるからね、これをですね大さじ山盛り1杯、山盛り2杯、山盛り3杯、よし、まだ余ってます。これ結構だからね使えるんですよ。1袋ね2000円、ヘナは1500円、これで2回か3回ぐらい使えます。でまたこれを余ったら袋に入れて取っておいてくださいね。しっかりジップロックしてね。はい、ここにお水入れていきます。また目安はマヨネーズの硬さなんですけど、さっきのヘナよりもインディゴはどっちかっていうとね、もっとねもたもたしてると少し固まってきちゃう。だから手際よくいきますよ。じゃーっと入れます。もうこの水半分ぐらい入れました。吸い込まないように気をつけて。で水の量も別に決まってるわけじゃない、加減見ながらマヨネーズの硬さって思ってください。でインディゴの方がダマにならないです、わかります？もうすぐにさっきあのヘナの方は結構ダマダマになってたじゃない。でダマダマを滑らかにするの時間かかってましたけど、インディゴはすぐこういう風にトロトロトロってなります。本当に20回のかき混ぜればダマにもならず、このぐらい硬さもちょうどいいんじゃないかな。これ以上柔らかかったらべちゃべちゃべちゃっと落ちてくるので、こんな感じ。お水250から今100だから150ぐらいですかね、私入れたの。こんな感じです。でこれを放置しておいたりするとモタモタしてるとだんだん硬くなっちゃいます。で硬くなるとボサボサして塗りにくいので、もし仮に硬くなったら少しずつお水足して緩やかにしていった方がいいと思います。じゃあビニール手袋必ずして、塗り方はさっきと全く同じです。このぐらいの硬さになって、こんな感じかな、ちょっと硬いかな、まあ、でもこんな感じですかね、こんなぐらい硬さで言えばいい感じだと思います。よし、こういきますよ。じゃあまず取ってペチャで、こう塗り方もね、インディゴは結構固まっちゃうから手早くいきます。塗ったら分けて、そしてこの地肌にベタっとつける。いいですか、分けて開いて地肌にベチャ、こういう感じですよ。開いて分けて地肌にベタ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 。はい、先ほども言いましたように、この上からこうやっただけでは絶対中の方が染まってないから、見てみて、こうでしょ、ほら全然中の方に浸透しないじゃないですか。上にどれだけ塗っても絶対にダメなんだ。なんかこうあの中の方に入っていかないから、上に乗っかってるだけ、必ずこう開いてつける。これをねちょっと練習してみてください。開いて地肌にで、もし仮にインディゴが少し固まってきちゃった、硬くてボソボソ感が出てきてしまったって思ったら、少しお水を足して緩くしてあげてください。でこういうね毛もしっかり取って、地肌しっかり取って、地肌こんな感じです。
で、これもやっぱり先ほどのヘナと同じように、ちょっとここは丁寧にちょん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 ってやってあげてほしいところです。塗りにくいの、白いのが残っちゃうから。で、ヘナって本当にね、よく聞かれるんですけど、いきなりインディゴだけで染めちゃダメなんですかって、2回染めなきゃいけないんですかってよく聞かれます。でも、あのインディゴだけでやったとしたら非常にね、退色する、持ちが悪いです。ヘナをやってオレンジ色にヘナが入って初めてこのインディゴの色が定着するんだよね。そこがね、どうしてもだからオレンジにしないでいきなり黒にすればいいじゃんって思うかもしれないですけど、ヘナが綺麗にオレンジに入ることによって、定着します。なのでそれを飛ばしちゃうとやっぱり退色するから、こうしばらくしたらそのインディゴが取れてきちゃうんですよね。で、私みたいにずっと何年経ってもこうやって黒いまんまっていう、不思議ですよね。ずっと黒いまんまなんですよね。退色 していかないじゃないですか。これはやっぱりヘナをしっかりと入れて、その後にインディゴを入れてるからなんですよね。この手順ちょっとめんどくさいって思うかもしれないけれども、必ずヘナをしてからインディゴをしてください。メーカーによってはもう最初から1回で済みますよ、うちのヘナは1回で済みますよって歌ってるヘナってあります。確かにあります。私も使ったことありますけど、やれなくはないけれども、先ほど言ったように退色は早いと思います。持ちが悪い。何日かしてシャンプーとかしてるうちに、やっぱりなんか変にオレンジっぽい茶色になんとなく髪がまだらに戻ってきちゃうっていうのかな、そういうところがあるので、ちょっとひと手間かかるけれども、皆さんにはおすすめであります。どうしても時間がない時は混ざってて1回で染めれますよっていうのを使ってもいいかもしれないです。で、私がずっと使ってるのはね、スーパースカルプっていう脱毛サロンが開発したこのスーパースカルプさんのヘナ、これも正直すごく品質がいいです。めちゃくちゃこだわってて、とっても品質が良いよね。染まりもいいし、匂いも他のヘナよりは少ないと思う。まあ独特の匂いします、緑っぽい匂い、草っぽい匂いしますけど、でもすごく綺麗に染まるし、刺激も少ないし、あとアレルギーみたいなのもゼロではないですよ。花粉にアレルギーがある人とない人がいるように、やっぱりこのヘナもね、どんだけ純度が高くても、生成度合いが高くても、なんかその中の緑の中で何かに反応して痒くなる人もいると思います。で、このインディゴの方がヘナよりもその確率が高いって言われてます。このインディゴで痒くなっちゃう方、そういう方はインディゴの時間をうんと短くしてみてください。ほんと5分とか。真っ黒には染まらないけど、それでもオレンジよりは少し黒くなるのね。だから結構茶色っぽくなります、仕上がり。でもインディゴを5分ぐらいにしてみてもいいと思う。そこからちょっと慣らしていくとか。どうしてもダメな場合はダメだけど、ヘナは結構大丈夫だけど、インディゴかゆいっていう人やっぱり10人に1人ぐらいいらっしゃると思います。私も大丈夫なんですけど、で、無理しないでくださいね、そういう方は。アレルギーがあるのにかゆいとか、そういうの無理してなんか一生懸命やろうとして無理がたたっちゃうといけないので、物的にはね、ケミカルじゃないからね、すごく安心なものではあるんだけど、それでも何でもアレルギーがあるっていう人がいるから、そこは気をつけてください。で、またこのようにして、インディゴの場合はキャップをかぶってもかぶんなくてもどっちでもいいです。かぶんなくてもいいって言われてますけど、これがボロって落ちてきて邪魔くさいなと思ってる場合はかぶっちゃっても大丈夫ですよ。で、それでまた30分か40分ぐらい、ヘナよりちょびっと短くても大丈夫です。先ほど言ったようにちょっと痒いなと思う方は、もう痒かったらすぐ流しちゃって大丈夫です。で、また流したらシャンプーはしない、シャンプーはせずにしっかりとこのヘナだけを流して、そして毛先の方に少しトリートメントをつけておいてください。そうすると乾かした時に溶かしやすいです。シャンプーをしていいのは明日です。1日ちょっとヘナっぽい匂いがします。確かにヘナ臭がする、いい匂いでもないです。でも1日頑張った、ちょっと我慢してもらった方がより定着するし、退色も防げます。今日1日はちょっとシャンプーは我慢してくださいね。しっかり流すだけは流していいです。また乾かして、で、今日はそのままお休みください。
ださいね。明日の朝になったらシャンプーした人してもいい、できれば明日の夜がいいと思います。じゃあまた30分後に流してから乾かしてどのぐらい染まってるかお見せします。はい、インディゴが終わりまして乾かしてきました。どうでしょうか。オレンジだったところも見てください。綺麗に染まっていますよね。オレンジももうすっかりなくなってると思います。ほら、こういう風にで、こういう感じでですね、一回ヘナでオレンジ色になっても、でこの辺とかにもオレンジがついて、わー大変オレンジになっちゃったと思っても、インディゴをするとこういう風に綺麗に地肌の色に戻ってますよね。洗い流しただけです。シャンプーもしてないです。で染まります。本当に1回に色が入るとですね、ヘナって落ちないんですよね。すごく優秀だと思います。はい、こんな感じです。髪の毛をコーティングして守ってくれるっていう、そういう性質もあるので、ちょっとツヤも出るし、完全にはストレートパーマみたいにはなりませんけれども、なんか変なうねりとかも随分とねマシになってくると思います。ということで、ヘナすごくいいので、ご自宅でも簡単にセルフヘナやってみてください。今日は本当に初心者の方のために全部使うものとかね、一から一緒にやってみて、そういう動画を撮ってみました。ぜひご参考になさってみてくださいね。はい、何かご質問がありましたらコメントの方、もしくはレイテノールの LINE の方からでもいつでも受け付けてますので、ぜひお気軽にご質問ください。はい、では今日はこの辺で。じゃあさようなら。皆様ご視聴ありがとうございました。レイテノールアカデミーのお知らせです。当初はこの春6月の開講を目指していたんですけれども、ちょっと私事の事情で本当に申し訳ないんですが、今少し準備が遅れております。この夏8月の開講を目指して今準備を進めているところです。お待ちの皆さん本当に申し訳ございません。今しばらくお待ちくださいませ。ガイダンスの動画を作成しましたので、ご興味のある方は概要欄のですね URL からぜひご覧になってみてください。それでは今日はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。